コーラ大社展望台から眺める久留米インターチェンジと、地区五平野久留米インターチェンジは、福岡県久留米市にある、九州自動車道のインターチェンジである。ここから、福岡方面は多宰府まで、片側3車線になり、熊本方面は片側2車線になる。久留米市のほぼ中間地点にあたる東相川地区に、位置するインターチェンジで接続する国道を経由して、 久留米市東西へのアクセスに良好である。国道2 1十号等のバイパス網が充実しているため、市街地へのアクセスは比較的良い。久留米インターチェンジの南側には直後に甲羅大社のある美濃連山が広がっており、九州自動車道はここから山を迂回する形で、熊本方面へ向かう。久留米インターチェンジで、車線数が片側3車線から2車線に戻る上、 若干勾配のある坂道になっているため速度低下が起こりやすく、盆正月時や通勤時は渋滞や混雑が発生することもある。西日本高速道路九州市社久留米高速道路事務所が併設されている。久留米バスストップは久留米インターチェンジに併設されたバス停留所である。停留所設備は高速道路外に設けられており、停車するバスは一旦料金所を出て、 客扱いを行う形になる。ありがとうございます。